お元気ですか？僕趣味です。今回は 2023BBM ベースボールカードルーキーエディションの開封動画になっております。こちらはワンボックス15パック入りでございますので、前編を8袋後編を7袋ずつやっていきたいと思います。では、前編の8袋ずつやっていきたいと思います。まずはね、1袋目開けたいと思います。あ、ちょっと言い忘れました。手袋で、新しくなりました。で、ヤクルトのですね、こちら西村塁と内野手でございます。で、広島の、これ中村隆弘外野手でございます。で、ソフトバンクのですね、松本春投手でございます。で、我がね、日本ハムファイターズからね、藤田大勢外野手でございます。埼玉西武からね、野田海人捕手でございます。読売ジャイアンツからね、吉村ユーセフ投手でございます。千葉ロッテマリーンズのね、菊池陸、投手でございます。これ札幌大谷高校でございます。で、横浜 DeNA ベイスターズから鈴木蓮内野手でございます。2袋目でございます。と、阪神からですね、これは伊つぼ日瀬外野手でございます。ソフトバンクホークスのこちらね、山下恭吾内野手でございます。楽天イーグルスの渡辺翔太投手でございます。で、これ緑白カード出ましたね。これは読売ジャイアンツからですね、浅野翔吾外野手のですね、これ緑白カードでございます。で、こちらね、50分の26となっております。で、巨人のドラフト1位が出ましたね。幸先がいい方でございます。で、中日ドラゴンズ浜翔之介内野手でございます。読売ジャイアンツのですね、これね、森本節制投手でございます。千葉ロッテマリーンズの田中春也投手でございます。読売ジャイアンツの三塚塁外野手でございます。3袋目でございます。我が北海道日本ハムファイターズのですね、ちょっと待ってくださいね、手袋をはめてるんで取りにくいんですけどね、奈良間大輝内野手でございます。福岡ソフトバンクホークスの、これ森島翔太捕手でございます。で、ヤクルトスワローズのこれ北村慶吾内野手でございます。で、ソフトバンクホークスの重松海人外野手でございまして、こちらね、緊迫サインカードが出ましたね。奈良間大輝内野手のこちらね、緊迫サインカード付きでございます。で、こちらね、70分の30となっております。で、埼玉西武ライオンズから蛭間拓也外野手でございます。で、楽天のね、小深田大地、内野手のね、これカードでございます。で、オリックスバファローズの村上京一郎捕手でございます。4袋目でございます。
竹岡流星内野手のですね、ヤクルトのカードでございます。広島東洋カープの、これは川野圭投手でございます。楽天イーグルスの、林勇輝投手でございます。ソフトバンクホークスの西尾歩真内野手でございます。横浜 DeNA ベイスターズのこれ林拓磨内野手でございます。埼玉西武ライオンズの、これはヒグマモンデル外野手でございます。埼玉西武ライオンズのこれは三浦大輝投手でございます。中日ドラゴンズの、中地玲也投手でございます。5袋目でございます。広島東洋カープの久保修外野手でございます。埼玉西武ライオンズの、これ安西かなと投手でございます。埼玉西武ライオンズのこれ戸井玲治内野手でございます。で、ソフトバンクホークスの木村光投手でございまして、これ新潟県のねごめんなさい。で、阪神タイガースの、茨城秀人投手と千葉ロッテマリーンズの田中春也投手でございます。で、横浜 DeNA ベイスターズの近藤龍斗投手でございます。で、オリックスバファローズの内藤豪内野手でございます。で、大変くしゃみをね、大変失礼いたしました。チードラゴンズの田中美希也内野手でございます。6袋目でございます。楽天のですね、ちょっと待ってくださいね、はい、伊藤真央投手でございます。阪神タイガースの茨城秀俊投手でございます。ソフトバンクホークスの宮崎駿人投手でございます。同じくソフトバンクホークスの富田雄星投手でございます。で、こちらでございますね、今宮健太内野手の、カードでございます。中トロゴッツのちょっと待ってくださいね、山浅龍之介、捕手でございます。読売ジャイアンツの大城源外野手でございます。で、千葉ロッテマリーンズの吉川優斗投手でございます。7袋目でございます。広島東洋カープですね、これは韮澤雄也内野手のねカードでございます。で、我が北海道日本ハムファイターズの宮内春樹投手でございます。で、ソフトバンク、ホークスのちょっと待ってくださいね、佐々木麻人投手でございます。楽天イーグルスの辰巳幸之助内野手でございます。読売ジャイアンツの浅野翔吾外野手でございます。横浜 DeNA ベイスターズの、これは、森下雄大投手でございます。読売ジャイアンツの三塚塁外野手でございます。で、中日ドラゴンズの樋口選手内野手でございます。で、前編ラストの8袋目開けたいと思います。
広島東洋カープの斉藤優太投手でございます。北海道出身でございます。福岡ソフトバンクホークスの富田雄星投手でございます。広島東洋カープの増田竹久投手でございます。で、阪神タイガース高寺望む内野手でございます。のカードでございます。横浜 DeNA ベイターズの渡辺明投手の、これはね、限定カードでございます。わかりますでしょうかね。ちょっとね、立体的にちょっと四角いね、模様が見えております。これ50枚限定のカードでございます。こちら50分の35となっております。で、オリックスバファローズの斉藤京介投手でございます。横浜 DeNA ベイターズの草野晴斗投手でございます。で、前編ラストは山田晴斗投手でございます。以上で 2023DBM ルーキーエディション開封動画前編を終わりたいと思います。後ほどですね、後編の7袋も、やりますので、よかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。